ウッドローン墓地にあるフラックの墓、ジェームズ・モンゴメリー・フラックは、アメリカ合衆国の画家、イラストレーター。メディアにおいて、純粋絵画からカートゥーンまで幅広く活躍したが、特にポスターで有名である。フラックは、ニューヨークのペラムマナーに生まれた。幼い頃から絵に熱心で、12歳にして、複数の全国紙に、イラストレーションが掲載された。14歳で、 ライフ氏の気候アーティストとなり、翌年にはジャッジ氏のスタッフとなった。1894年から1898年にかけてアートスチューデンツリーグオブニューヨークに参加。1898年から1900年にかけてロンドンとパリで美術を学び、合衆国に帰国すると、書籍、雑誌の表紙、政治、ユーマー漫画、広告、単品のスケッチなど、 無数のイラストレーションを生み出した。その中でも特筆すべきは、ジャッジ氏に1903年から1907年まで定期連載された続きもの漫画のナービーナットである。フラッグの最も有名なポスターは、第一次世界大戦時にアメリカ陸軍への応募を促すために1917年に描かれたものである。見るものを指さすアンクルサムがアメリカ陸軍に 君が必要だというキャプションと共に描かれている。このデザインは同様のポーズをしたキッチナーの母兵ポスターから着想されたものであった。このポスターは第一次世界大戦の間に400万枚以上が印刷され、第二次世界大戦でも再び使用された。このアンクルサムにはフラッグ自身の顔が使われている。これは単にモデルを用意する手間を省くためであったと。 フラックが後に語っている。絶頂期にはフラックは全米で最も収入の多い雑誌イラストレーターであったとされている。1946年には自伝、バラとバックショットを出版した。1960年にニューヨーク市で没し、ブロンクスクのウッドローン墓地に埋葬された。すべて英語、ありがとうございます。